そしたら今回はイブプラスというゲームで遊んでいこうと思うんだけど、今回のゲームは女の子が生まれた家庭にメイドロボットをお迎えして、娘と夫と私3人仲良く暮らすっていうゲームらしいね。まあ、とりあえずこの話だけ聞くとめちゃくちゃなんかええ話やんって思うかもしんないけど、そこにちょっと注意が入ってきて、女性型ロボットへの暴力表現注意とか、まあ、タグかな、打つ注意って書いてあったから、まあ、うつゲーまあ、うつゲーだよね、これ多分。ちょっとなんかそういうの苦手な人は気をつけてねって感じかな。まあ、早速ちょっとやっていきましょうか。私はこの夏子供を出産した。生まれてきてくれたのは女の子だった。今の時代では珍しい自分のお腹からの出産。それを選んだのは痛く苦しい思いをしててでも自分の娘という実感を得たかったからだと。かつて多くの人々がそうしていたように自然な流れに任せたかったと。まあ、結構今自分が住んでる時代よりは未来的な話なのかな。夫は私の体に負担をかけないよう人工の機械母体による代理出産を提案してくれた。しかし私の決意は固く、その気遣いに感謝しつつ断ったのだったと。まあ、母親からしたら自分の体を痛めてもそうやってまあ子供を産みたかったってことだよね。まあ、すごいね。とはいえ妊娠期間は辛く長く、出産に対する不安や恐怖に何度も苛まれたと。そのために家族3人で幸せに暮らす光景を想像しては私は心を奮い立たせたと。まあ、母親は強いね。頑張ってね。そして迎えた出産日、激しい痛みを伴ってお腹から出てきた娘は産声を元気いっぱいに上げていたと。赤ちゃん生まれたね、初めて腕に抱き、彼女のくしゃくしゃで真っ赤な顔を見たとき、私はそれまでの全てが報われるような言葉にできないくらいの幸福感で満たされていたと。腕の中で泣きじゃくる娘はまるでお人形のように小さくて愛らしかったと。今んとこいい話だけどな。お腹の中にいた頃から健康そのものだったので、特に遺伝子改造の必要はなかったと。まあ、未来は遺伝子改造とかするんだね。デザイナーベイビーではない、いわゆるナチュラル。でも、私の子は可愛くて、元気に溢れていたと。そっか、未来だとなんか優秀だね。子供になるよう遺伝子とかを操作するかもしれないってことだもんね。彼女を抱いてるとき、夫、養親、友人、看護師、お医者様、すれ違う人たち。その誰もが、この子は将来、美しくて素敵な女性になると言ったと。まあいい話じゃない今んとこ。私もそう確信していたと。やがて訪れる輝かしい未来を想像した私が顔をほころばせると。それを見た夫も微笑みを浮かべ、釣られた娘はケラケラと楽しそうに笑ったと。幸せそうな家族だね。血を分けただけあって、娘には私と夫に似ている部分があった。私と同じ金色の髪。夫と同じ青色の瞳。まあ美人なんじゃない?おしゃれが大好きで明るく活発な女の子になってほしいと。髪が弱えるくらいのロングヘアになったら毎日いろんな髪型にアレンジしてあげたいと。まあ大人の姿も想像してるわけね。レースがふんだんにあしらわれたピンクのワンピースを着せてあげたいと。その全てが私の夢だったと。夢っていうかまあ現実にしようよ。そうなることを想像するだけで毎日が楽しくて仕方がなかったと。まあそういう未来が訪れんじゃない?ここでアンドロイドか。娘が1歳半になった時にアンドロイドを購入した。名前はイブ。家事に関する機能に特化している女性型のロボットだと。少し旧式だが、安価で、何より実績と信頼があるメーカーの製品だと。まあ、ソニーとかかな。イブを購入したのは、家政婦としてはもちろん、何より娘の子守りをしてもらうためだと。いずれは娘の友人となり、娘の成長を見守る存在となってほしかったと。ってことは、そんなになんかロボットが侵害っていうか、まあ、迫害されてる世界ではないってことね。私が子供の頃に感じたような寂しい思いから娘を守ってあげてほしかったと。肩が古いだけあって、うまく会話ができなかったり、お皿を割ったり、家具を傷つけたりと小さな失敗を繰り返していたものの、それらの原因を学習して改善していったと。まあいいね。ロボットもなんか人間みたいってことね。今ではそつなく家事をこなしているし、娘のいい遊び相手にもなってくれていると。私の思い描いていた理想が現実のものとなりつつあったと。まあなったんじゃない?しかし、私たちの幸せな生活は2年も経たないうちに幕を下ろしたと。不穏な空気が漂ってきましたね。娘が原因不明の病で急死したと。本当に急だね。発達した現代の医療技術をもってしても、その命を救うことはできなかった。誰も異変に気づくことすらできないほど、病魔は静かに、そして急速に娘の命を蝕んでいったのだった。頭を打ちつけられたような衝撃、体が深い水底に沈んでいくような感覚。そう簡単には立ち直れない、そう簡単には忘れられない。まあ、そうだよね。痛い思いして産んだ我が子だしな。あの時、あの瞬間の、生を感じた娘の小さな手が物と化したあの時、あの瞬間。私の心は黒い霧に追い尽くされたと。霧を抜けようにも交互に浮かんでは消える現実と虚構に惑わされて思考もままならなかったと。君は悪くない、誰も悪くないんだと。
まあ、夫からしても娘亡くなっちゃったんだもんね。夫は気丈に振る舞い優しく慰めてくれたと、まあ、夫はいいやつだね。私に見られないようひっそりと泣いて娘のことを思いながらと、まあ、いいやつだね。小さな暗い部屋で多くの時間を過ごし、いくつもの季節が巡った頃、ようやく私の頭は事実を認識し始めたと。ただ、その頃にはもう世界の全てが信じられなくなっていたと。自分が人が世の中が全てが恐ろしい。お願いだからもう一度あの子に会わせてほしい。あの時に戻りたい。成長した姿が見たい。あの子にもっと愛情を注ぎたかったと。私はもう子供を出産できるような年齢ではないし、そうでなくともあの子じゃないとダメだった。あの子を幸せにしたかったと。部屋で私が泣いているとイブはいつもそばに来てくれた。めちゃくちゃいい子だね。あ、めちゃくちゃいい子だね。大丈夫大丈夫と優しい声で語りかけてくれる。ノイズの混じる無機質な声。それでもイブの優しい言葉は、すさんだ私の心を少しだけ癒してくれたと。彼女の関節からきしむ音がする。まあロボットだもんね。そういえばイブがうちに来て何年経ったっけ。イブちゃんは結構まあほったらかしだったのかな。イブは優しいね。そっと触れれば体は人間のそれと同じように柔らかいが、強く抱きしめれば機械的な硬さが伝わってくると。まあ、画面越しだと普通に女の子ってまあ美少女だもんね。体温なんてない冷たい体。それでもイブの体の奥から何か温かいものを感じることがあったと。機械に人の温かみを感じるなんておかしいかもしれない。おかしくはない。でも今の私にとっては大切なものだったと。これでちょっと立ち直れるかな。お帰りなさいませ、旦那様。本日もお疲れ様でしたと。ただいま、今日はどうだった?奥様は本日もご自室にて過ごされました。昨日より精神的に安定しているように見受けられましたが、今後はストレスを発散できるかどうかが主な課題となりますと。まずは軽いウォーキング等にお誘いくださいと。まあ、イブちゃんのおかげで、ちょっとずつ良くなってきてんのかな。そうか、ありがとう。君がそばにいてくれるだけで彼女も心強いと思うよ。恐れ入りますと。僕にはどうすることもできなかった。自分の中で産んだ子だったからね。思い入れが強いなんてもんじゃないよと。心情を察ししますと。ああ、イブちゃんはね。もうアンドロイドじゃないんじゃない?温かい何かって言ってたもんね。母と。まあ笑う余裕ないよね。ロボットが心の支えか。買う前はそんなこと思いもしなかったよ。人型ロボットってもっとこう、人の感情に寄り添うことなんてできないと思ってたからねと。まあドラえもんだって寄り添うからね。まああれ猫型だけどね。はい、私たち家庭用アンドロイドはマスターの生活のお手伝いをするよう設計されていますと。メンタルケアも大切なお仕事の一つです。マスターに寄り添うことが私たちの存在意義ですと。ご用命があれば何なりとお申し付けくださいと。君はなんというか仕事熱心で偉いけど、もっとわがままを言ってもいいんだよと。あ、いいね。お心遣い痛み入りますが、どうぞお構いなくだと。こんな子がね、もうショック受けて疲れてる時に隣にいたらまあ、この人たちはまあ結構えぐめのね、ショックとか受けてるから立ち直れないけど。俺だったら立ち直っちゃうな、これ。私たちイブはマスターに寄り添うことが存在意義であり、ご奉仕することが唯一の喜びであるとプログラムされておりますと。まあ、ロボットだもんね。まあ、ここら辺は、ちょっとなんか、下手なこと言うとやばそうだけど、プログラムされてるってことね。これでちょっと立ち直ってくれたらいいけどね。私はイブを初めて見た時からずっと思っていたことがある。彼女はとても美しい、時々作られたものであることを忘れてしまうほどに。その青く輝く瞳に覗かれると、無意識のうちに娘の面影を重ねてしまう。透き通るような白い肌にすらりと伸びた細い足。常に微笑みを絶やすことなく、人々に無償の愛を与えられる優しい子。娘も成長したらこんな風に私に優しく、そして美しい子になっただろうかと。なってないんじゃないかな。イブが私の娘になってくれればいいのに。私の娘だったらと。まあ、家族みたいなもんなんじゃない。思わず秘めていた願望が口からこぼれた。はっとしてイブの顔を見ると彼女は微笑んでいた。まあ、嬉しいのかな。かしこまりました。今からイブはあなたの娘ですと。そっかそっか、そうだよね。感情は、いやでもわかんないか、まだ。え、どう転ぶこれ。え、どう転ぶんだ。アンドロイドのカスタムを請け負う業者がいて、そのためのパーツも市場に多数出回っていることを私はつい最近知ったと。少し根は張るが、それでも構わない。皮膚、瞳、髪、服、そして人格。思いつく限りの自由がそこにあった。自由かな?まずは髪を変えることにした。金髪かな?きっと彼女は人間になりたがっているからと。まあ、傲慢だね、考え方。少しでもそれに近づけてあげるために人望を使用することにしたと。髪色は、どうする?ここで選択肢、金髪、黒、茶色、変えないと。娘と同じようにするんだったら金髪で、まあ、二つはどうなんだろう。まあ、変えないだったら、イブ本来の良さをね、そのままにするってことだけど、まあ、金髪で言ってみる、娘って言ってたしね。髪型は、ショート、ミジアム、変えない。髪型はちょっとわかんないな。え、でもなんか、長い髪とか言ってなかったっけ?
ちょっとミディアムにするか。それから瞳を変える。まあ瞳は青色だよね。さすがに人間の眼球はないが、なるべく似ているものを探したともあったら怖いね。金色、緑、ピンク変えない。あ、青ないんだ。青だったよね、確か。まあピンクにしようかな、可愛いし。娘の性格を想像した。彼女と過ごした日々を思い返し、インストールするプログラムを選んだと。人格パーツの設定は？まあどっちも欲しいけどね。まあ明るい子が一番いいのかな。素直な子だと、私娘じゃねえしとか言ったらちょっとショックで立ち直れなくなるし、まあ明るい子にしよっか。最後に服を探したと。アンドロイド向けの安価なものではあったが、それでは意味がない。イブの体型に合う人間用のワンピースを注文したと。ワンピースの色は白、ピンク、青、緑。いや、白にしとくか。まあ白が一番無難か。ワンピースのデザインは結構本当にカスタマイズできんね、これ。シンプル、レースがついたもの、フリルがついたもので、まあフリルがついたもの。え、レースかなー。レースにしよう。業者にパーツを渡して、諸々の希望を伝え、イブは一時的に私の手元を離れることとなった。彼女のいない我が家で過ごすのは久々だった。不安と期待が入り混じる中、あの子の帰りを待つ。そして帰る日がやってきた。しかし、玄関先で待つ私の前に現れたのは、私の理想の娘ではなく、ただの改造を施されたイブだったと。時間の流れがピタリと止まった。ああ、本当は分かっていたんじゃないか。私は自分の辛い気持ちに蓋をして亡くした生命の代替を望んでいた。自分のした愚行への後悔がじわじわと募り、私の心は反射的にそれを拒絶したと。気がつくと私はイブの体を突き飛ばしていた。最悪だな。あ、結構かわいそうじゃないこれ。それは予想以上に重たい音を立てて倒れ込み、ちぎれた皮膚の狭間からは生々しい鈍色の虚構が露出すると。それを見て帰ってきたのが人間ではなく、本当にロボットだったのだと改めて実感したと。整った容姿やプログラムに組み込まれた見せかけの優しさにつけ込まれて、それを娘だと思い込み人間として扱おうとした自分に恐怖を覚えると、最低なこと言ってない？イブちゃんにあんな散々救われてきたのに、それ扱い？私はこのロボットをすぐにでも廃棄しようと思った。自分のしてしまったことを1秒でも早く忘れたかった。私が辛かった時、寄り添って心を癒してくれたが、それは搭載された機能であって与えられた役割を果たしていただけに過ぎない。それでも救われたと思うんだけどね。なぜこんな過ちを犯してしまったのか。自分を肯定してくれる存在に依存していたのだ。本物の娘の魂をないがしろにして。忘れよう、大丈夫。イブは私のことを恨んだりしない。大丈夫、イブはものだから。イブちゃんにも温かいものがあるって言ってたけどね。廃棄っていうか、イブちゃんを求めてる人のところに、養子とかにね、そういうのしてあげてほしいけど。返してあげてほしいけどね。大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。私は大丈夫。バッドエンド、ごめんで、イブ。ごめんでじゃないけどね。イブちゃんが廃棄されたってことだよね。これゴミ箱だし。いや、ガチで、いや、え、待って、思った以上にこれダメージすごいな。とりあえず、なんか途中まで、家族とか、まあ母親とかね、当たり前だけど娘亡くなってて、ね、同情っていうのはちょっと傲慢かもしんないけど、まあそういう感じを持ってたんだけど、さすがに、ねえ、あんなに支えてくれたイブちゃんを廃棄して、ものだからそれって呼ばわりして捨てるってのはもう、殺人以上に最悪なことだよね。まあ自分が同じ立場だったら、いやでも、いやこれは、娘を持ったことがないから、そういう感情になるのかな。娘を持ったことがある人とかだったらわかるとかになるかもしんないし。人それぞれって、まあ人によるか。俺はちょっと、やっぱかわいそうって思っちゃうな。まあとりあえず、エンジングが2つあるって言うから、もう一つのエンジンは救いがあったらいいな。とりあえずここで2つ出たね。金色の髪と青色の瞳。それで、おしゃれが大好きで、まあ明るく活発な、まあ明るくね。で、女の子になってほしい。おしゃれが大好きだから、まあ、服もなんか、デザインがあるもんじゃない？で、ここも髪型が、まあ、ロングヘアね。レースがふんだんにあしらわれたピンクのワンピース。全部ここで出たんじゃない？ってことだから、まあ、とりあえず金髪。で、髪型は変えない。それから瞳を変えることにしたで、青色っていう選択肢がないから変えない。娘の性格は、まあ、明るい性格ね。で、明るい子。最後に服はピンクのレースだよね。で、ワンピースの色は、ピンクの、レースがついたもの。これでいいんじゃないかな。とりあえず、これで合っているとは思うんだよね。タイトル画面でも、瞳は青色だったしね。あの子の帰りを待つと。それから、夫と二人で彼女の帰りを待った。早く帰ってくるといいね。なんて話しているところに、あの子は帰ってきた。その姿を見たとき、私はめまいがしそうなほどの感激に包まれた。あの子が目の前にいる。ずっと会いたいと願っていた娘が成長した姿で帰ってきた。心の奥から彼女を愛おしいと思う気持ちで満たされ、自分でも気づかないうちに涙が溢れる。震える唇で可能な限りの優しい口調で言葉を紡ぐ。お帰りなさい。ずっと外で知らない人とお話しして疲れたでしょ？ごめんね。もう怖いことなんて何もないよ。これからはずっと一緒にいてたと。
私を一人にしないで。肩に触れる手を乗せ、その僧帽をじっと見つめた。彼女の青い瞳も涙ぐむ私の目を捉えていた。伸びた背丈に成長を感じる。動くたびにサラサラと揺れ、金色の髪がキラキラと輝いた。お腹にシャンプーの匂いがする。懐かしい香りだったとシャンプーまでやってんだ。買ってあげたお洋服もよく似合っている。やっと叶った私の夢。娘をぎゅっと抱きしめた。柔らかくて温かい。お母さん、ちょっとどうしたの？苦しいよ。ごめんね。お母さん嬉しくてね。ついね。と。変なお母さん、お父さんもそう思うでしょ？抱きしめた腕を離すと彼女はパッと顔を上げ、ケラケラと笑った。私も釣られて笑う。夫も笑っていた。お母さん、あのね、お外で面白い人を見かけたの。それと珍しいお洋服を着ている人もいたの。うん。言動一つ一つが愛おしい。やっぱりこの子は最初から娘だったんだ。どうして今まで気がつかなかったんだろう。あ、お母さんお腹空いてない？私ご飯作るよ。娘がキッチンへ向かう。あんなに心がすさんでいたのに私はもうすっかり立ち直っていた。神様ありがとう。娘を成長した姿に生まれ変わらせてくれて本当に感謝しています。これから家族3人で幸せな生活が待っている。楽しい時も嬉しいことがあってもずっと一緒。たまにはちょっと辛いことがあったとしても、3人でいられるなら。これで終わ、これで終わり？まあ、いや、とりあえずこれ今カスタマイズされてるイブちゃん、服とかもね、ツルエンド魂のない可愛い娘だと。まあとりあえずこれでイブプラスをエンジン2つとも回収したんだけど、まあバッドエンドは言わずもかな、ちょっと鬱でね、イブちゃんが可哀想が俺の感想だったんだけど、ツルエンドの方は、それもイブちゃん、でも可哀想っていう考えも上から目線で傲慢なのかな。まあ実際それが幸せって思い込むようにプログラムされてるから、で、母親も父親も、娘の身代わりみたいなのができて、まあ、家族3人幸せに暮らしたってことだけど、実際それが幸せなのかどうかもわかんないか。まあ、イブプラス、すごいなんか、考えさせられるゲームだったね。